リーグオブヒーローズでとんでもないバグが発生してしまうに対するみんなの反応。一体何が起きてるのか誰かYに説明してくれ。ホースと共にあらんことを状態、私はそう呼んでいるよ。レイジオブダストでも流しとけ。勝ち取りたいものもない。こういうの見たことないんやけど古いスマホとかで遊んでるとこうなるん。iPhone 12も古いスマホか。古いって言ったら iPhone SE くらいのイメージ。なんでこういうバグ発生するんやろって調べてたらもっとひどいの出てきた。カセット反差ししてたんやろ適当。人選がいい。3D グラモの特有の初期 T の字ポーズバグ好き。トプロの冷圧が。何を間違えたらトプロが空飛ぶカツラになるんだよ。不具合ですわ。太って踊れないわけではありませんわ。不具合ですわ。マックイーンが中央だと特別演出入るしまあね。こういうのってソフトウェア側のバグってより、ハードウェア側の推奨環境外の低スペックが起因の不都合なんじゃないの？スマホ買い替えたいんやけど今いくらぐらいするんや？ iPhone 7に乗り換えて今や。ものによるとしか。未だに iPhone 7ならもう何に変えても見違えるやろ。7って馬娘動くんか？スマホの推奨スペックが年々上がってく。コパ法王権に構いはない、敵はすべてゲロー。バグるときは T字っていうお決まりでもあるのか。基本的にそれがデフォのポーズだから。声優さんとかこれでアフレコすること多いと聞くな。多分モデリング動かさない初期状態がこれなんだろう。Yも寝るときこのポーズやわ。バグゲーに出会うと月間で画面が荒ぶるよりは T ポーズの方がマシだと思えるようになってくる不思議。格安スマホだけど200連で SSR が出ないバグくらいしか出たことないな。現実でもレース上行くとマネー消えるバグあるし。馬券購入動作をキャンセルすると回避できるってお知らせ来てたやで。なんだよ、結構バグにあたんじゃねえか。勝利ポーズバグを仕様にしてほしい。デジタンが透明になって唐突するバグは当たってみたかった。キョンデジのあれはむしろ消える方が正しいんじゃないかと思ってしまったわ。iPhone なんてリンゴで固めている人以外使わなくていいでしょ。リズムゲーやるならリンゴって頃から使ってるとデータ移行の面倒さもあってそのままになるねえ。Y も一晩とかメタルカレンちゃんとかそういう見た目以外支障のないバグに出会ってみたいわ。最近だと持ってる小物のテクスチャがバグってるのあったな。何やってんだコパー。笑えるバグはいいが、フリーズバグはマジで直してくれよ。フリーズなんかするか？普通におまかんでは？ iPhone 特有なのかな？1日1回はロード中にフリーズする。たまにはキャッシュクリアせえよ。新しい iPad Pro だけど、育成中のレース後とかフリーズするわ。アップデ後にフリーズしなくなるんだけど、しばらくするとまた発症するっていうのをずっと繰り返してる。というよりウマ娘自体がくっそ重いのでスマホのスペック次第でろくに動かねえって感じ。プール平時のスタミナトレーニングに行くとフリーズすることが稀にある。逆にフリーズとか直しようがないバグの類だと思ってるわ。そもそもバグと言っていいのかどうかもわからん。家庭用機の時代と違って今は機種依存のバグが多すぎて全てに手を回すなんて実質不可能だからな。心を無にして淡々と報告するしかないと思うわ。システム開発でバグを完全に起こさないなんて無理よ。だから致命的なバグだけは発生させないようにする。発生してもリカバリできるようにしておくもんよ。開発なんて基本トライアンドエラーの積み重ねだからね。何か出てきてもよほどのことがない限り苛だったりしないで報告しよう。バグ直すときに変えた部分が遠因で新しいバグが生まれるのも珍しくないからね。最初期に意思購入画面がなぜかポップしてくるバグに出会ったことがあるくらいかな。超スキップモードだと記者の持ってる本がバグって透明みたいな感じになってたことがあったな。リーグオブヒーローズ第2回の時は全身消失バグに当たった。毎回期待してるんだけどそれ以降なってないんだよな。まーちゃんのやつかっこいい、かっこよくない？毎週オープニングで強靭魔壁を披露するまーちゃん。カフェの靴に汚れが付着しないバグは笑った。なんと鳳凰拳奥義、天正十字砲。リッキーが強すぎてとうとう神に。初期の頃にもロビー画面でバグでモーションが死ぬと両手広げて歩かずにスーッと移動するやつあったな。せいちゃんバレンタイン替え玉バグ事件は伝説だと思うわ。3D 表示がおかしくなるのやフリーズって、ほぼ 100% メモリラム不足やと思うで。ソシャゲの場合はユニティ側のバグで苦しむことも多いらしい。バグでホーム画面に置いたキャラを自由自在にサイズ変更できてしまう。ユーザーに好評なので拡大縮小機能実装しました。ってやった某ソシャゲ好き。キタちゃんのキャラストだっけであったメジロビッグインバグは笑った。キタちゃんに腹パンされてうずくまるトレーナーみたいなバグは起きたことある。レース挙動バグの逆走とか生首レースも見てみたいけど当たったことないなぁ。3女神様の受肉バグを公式として実装してくれませんかね。顔面部分だけ皮膚が剥がれて眼球そのままお出しされたの怖すぎて今も脳裏から離れないわ。このナリブの人変態すぎじゃない。今回ランキングいる人でま改造してる人そこそこいる気がする。距離 S 客室 A なんかどうやってるんだ一体。できるまでやる。ナリブの人の意味不明さはナリブをダート A 中距離 S にした上でさらに追い込みを A まで持っていってるヤバさ。ブライアン追い込み距離 S 改造はしたことあるけど、だいぶ苦痛だったのにこの上にダートかよ。一体どんな動機がこの育成させる気にさせたんだろ。でもナリブならダート走ってもおかしくなさそうだし。こういう人がいる方が面白いよね。とんでもねえやつと同じ時代に生まれちまったもんだぜ定期。トップ層の魔改造勢はとんでもねえ化け物だらけやな。うちはたまちゃんとライスとミラクル出してるだけや。俺は見たいんだ、ウマ娘の可能性ってやつを。思考回数エグそう、想像しただけでハゲる。ウマ娘というゲームを楽しんでるなと思う、見る分にはだけど。今回はチーターががっつりバンされたみたいだからこれは本当の強者なんだな。そもそもツールは継承率を上げられるようなものじゃないからね。育成回数とかやばそう。同じ因子でやってもたどり着けないと思うわ。初期 G の魔改造やるトレーナーはすげえや、と思っていたら客室改造までしてるさらに上がいるとか世界は広いな。プレイヤーが怪物だな。3枠魔改造はやばいよね。やはりトレセンは異常者の集まり。まあ、でもどのソシャゲでも異次元なことやってる人は結構いるからな。化け物の存在を知るいい機会リーグオブヒーローズ。3人魔改造だし結構当たる、怖い。一人でも戦えるレベルまで育成するの大変なのに3人も。要は誰を走らせたいかや、イベントポイントは虹のかけらさえ取れやどうでもええ。こういう変態たちがいるからやめらんねえぜ。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。